身分帳は、佐木隆三の長編小説。実在の人物をモデルに、13年の刑期を終え出所した元殺人犯の男の苦労と生き様を描く。1990年6月26日に、講談社より刊行され、1993年6月3日に文庫化された。第2回伊藤聖文学賞受賞作。2020年、西川美和監督、役所広司主演により、素晴らしき世界のタイトルで映画化もされた。少年の頃ヤクザの世界に入り、ホステスでのトラブルなどから犯した殺人によって、人生の大半を刑務所の中で過ごしてきた山川一が、13年に渡る刑期を終え出所する。東京の弁護士に身元引受人になってもらい、生活保護を受けてアパートでの一人暮らしを始める。近隣住民とのトラブルなどもあったが、階下に住むコピーライターの角田龍太郎やスーパーの主人などと親しくなり、徐々に社会生活に復帰していく。しかし、街で見かけたヤクザと戦ったり、刑務所での仲間に会いに行くなど、自身の過去を完全に振り切ることができず、職探しも難航してしまう。出所する前から考えていた母親探しも行き詰まり、挫折を繰り返す。また、タイトルにもなっている、身分帳や裁判の記録などを読み返すことで、進んできた道を振り返り、このままの生活で本当に良いのか模索していく。また、文庫版には、行路病死人も収録されており、モデルとなった田村明義との会話や彼の死後についても描かれている。素晴らしき世界は2020年の日本映画。監督は西川美和、主演は役所広司。デビュー以来の監督作品のすべてが自身のオリジナル作品だった西川にとって初の小説原案の作品となる。2020年開催の第45回トロント国際映画祭に出品され、ワールドプレミア上映。その時の英題は、アンダー・ザ・オープン・スカイで、劇中のセリフから引用されている。翌2021年2月11日からは日本にて、商業公開が始まった。本作刊行前の1988年4月、文化放送で、戸籍のない男バラ24本の幸せという、ドキュメンタリー番組を放送。当時同局アナウンサーからディレクターに転身したばかりの大谷直美が佐木隆三の取材に同行し、田村明義をインタビューして制作したものだった。ナレーターは白井静雄。上述、素晴らしき世界監督の西川美和は、脚本を執筆するためのリサーチの過程で、同番組の存在を知り、ディレクターを務めた大谷に会いに行った。人々の記憶から忘れ去られていた同番組だったが、奇跡的に音源が見つかり、田村の肉声を実際に耳にし、西川は脚本を膨らませていったという。2021年10月9日には、大谷、西川、太田秀明の出演で、文化放送開局70周年記念と、素晴らしき世界の宣伝を目的とした特別番組、24年間獄中に、いた男の声昭和63年放送、戸籍のない男を聞くが、文化放送サタデープレミアム枠で放送された。素晴らしき世界に関するカテゴリー。ありがとうございます。